貝殻虫は、カメムシ木横バイア木バラフン群、貝殻虫浄化に分類される昆虫の総称。果樹や干渉樹木の重要な害虫となるものが多く、含まれるとともに、いくつかの種で分泌する体肥複物質や体内に、蓄積される色素が重要な経済主源ともなっている、分類群である。ミカンの果実についた、ヤノネ貝殻虫にスプイズヤンネンシス熱帯や、アネッタイに、 分布の中心を持つ分類群であるが、植物の存在する、ほぼ全ての地域から、それぞれの地方に、特有の貝殻虫が見出されており、植物のある地域であれば、貝殻虫も存在すると考えても差し支えない。現在世界で約7300種が知られており、通常は28かに分類されている。ただし、貝殻虫の分類は極めて混乱しており、 トガの区分に関しても分類学者により考え方が異なる。日本に分布する代表的なトガとしては、ハカマカイガラムシカオオサジーデイ、綿吹カイガラムシカマヤゴローディデイ、粉貝カイガラムシカサダコックスデイ、カタカイガラムシカコクシデイ、マルカイガラムシカダイアズッポディデイなどがある。アブラムシやキジラミなどハラフン群の昆虫は、基本的に長い興奮を植物組織に深く差し込んで、 あまり動かずに古い肝液などの食物を継続摂取する生活をし、しばしば生活史の一時期や生涯を通じて、ほとんど動かない生活をする種が知られる。その中でも貝殻虫状化は特にそのような傾向が、著しく、多くの場合に足が退化する傾向にあり、一般的に移動能力は極めて制限されている。足が退化する傾向にはあるものの、 原始的なトガの貝殻虫ではそこに含まれるほとんどの種が機能的な足を持っており、中には一生自由に動き回ることができる種もいる。イセリア貝殻虫やオオアラジ貝殻虫はその代表例でメッセ虫に羽は通常ないもののメッセ虫にも足、大切、触覚、複眼が確認できる。しかし丸貝殻虫科などに属する貝殻虫では 卵から孵化したばかりの一例幼虫の時のみ足があり自由に動き回れるが、二例幼虫以降は足が完全に消失し、以降は定着した植物に完全に固着して生活するものがいる。こうした貝殻虫では一例幼虫以外は移動することは不可能で、足以外にも大切、触覚、腹眼も消失する。メスの場合は一生を固着生活で送り、 そのまま交尾、産卵そして死を迎えることになる。基本的には固着生活を営む性質の貝殻虫でも、一部の海外の貝殻虫では、機能的な足を温存しており、環境が悪化したり、落葉の危険がある波状規制をした個体が越冬に先駆けて歩行して移動する場合もある。だが、基本的に足が温存されるグループの貝殻虫であっても、 樹皮の内部に潜入して寄生する種や、稲科双本の干渉下で生活する種などでは、足が退化してしまい成虫においては、痕跡的な足すら持たないものもいる。また、固着性の強いメスと異なり、オスは成虫になると、羽と足を持ち、自由に動けるようになる。だが、オスでも、幼虫の頃は足、大切、触覚、腹眼が消失し、羽化するまで固着生活を送る種が多い。 もう一つ貝殻虫に特徴的な形質は体を覆う分泌物で虫体被覆物と呼ばれる。虫体被覆物の主成分は余った栄養分と排泄物である。多くの貝殻虫が食物としているのは古い管に流れる液であり、ここに含まれる栄養素は著しく糖に偏った蘇生となっている。これを 貝殻虫の体を構成する物質として同化すると、欠乏しがちな窒素やリンなどと比して、炭素があまりにも過剰になってしまうので、これを処理する必要がある。処理の手段の一つは食物に含まれる過剰の糖と水分を消化管にあるろ過質という器官で、消化管の経路をショートカットさせて糖液として排泄してしまうことであり、この排泄された糖液を感動という。また、 体内に取り込まれた過剰の糖分は炭化水素やワックスエステル、樹脂酸類などといった漏出の分泌物に変換されて体表から分泌され虫体被覆物となる。貝殻虫の種類によっては肝炉などの消化管からの排泄物を体表からの分泌物とともに虫体被覆物の構成要素としている。通常、虫体が露出しているように見える。 種の貝殻虫でも、その表面は、体表の分泌孔や、分泌管から分泌されたセルロイド状の分泌物の薄いシートで被覆されている。また、分泌物の量が多いものでは、体表が、おしろい状や、面状、あるいは粘土状の老物質で覆われていることが、容易に観察できる。丸貝殻虫かの貝殻虫は、多くのトガの貝殻虫とは、少々様相が異なり、英語で、 アーマードスケールインセクツと呼ばれるように、虫体からは分離して、体の上を屋根のように覆う体革と呼ばれる貝殻状の被覆物の下で生活している。これは、体表の線から分泌される、繊維状の分泌物などを腹部末端のシリータと呼ばれる構造を左官職人の用いるコテのように、用いて壁を塗るように作り上げられる。 この時虫体は更進を差し込んでいる箇所を中心に回転運動して広い範囲に分泌物を塗り込む。この改革も余った栄養分と排泄物から成り立っている。典型的な不完全変態である他のカメムシ目の昆虫と異なり仮変態と呼ばれる変態を行う。死由では成長過程が大幅に異なっている。メスの場合に霊養中を経て成虫になるが、 脱皮せずにそのまま成虫になる種が多く見られる。これは、足などが消失し、固着生活を送る種では、顕著に見られる。すなわち、羽化をせずに成虫になる。このような種では体内に大きな乱能を有しているため産卵活動もせず、交尾後、メス成虫の死骸から孵化した一霊幼虫が生い出して、くる形となる。また、足などが消失せず、移動生活を送る種でも、 浮かして成虫になる種は多くない。オスの場合、三霊幼虫を経て成虫になるが、この三霊幼虫はギサナギと呼ばれる。つまり、完全変態昆虫のサナギに該当するが、体内構造が完全変態昆虫のサナギのそれとは大幅に異なっている。むしろ、泡吹き類や粉じらラミ類に見られるギサナギキ幼虫と体内構造が似ている。このため、 貝殻虫のオスには、サナギの器官があるため、完全変態であるという説明がよくされるが、厳密には、不完全変態であり、不完全変態と完全変態の中間的な性質を持ち特殊化したものと考えられている。全質の仮変態もこれにちなんでいる。そして、羽化して、羽と足を有する成虫になる。羽は2対4枚あるが、 退化して1対2枚しかない種も多く存在する。優生虫には興奮がなく、清掃が異常なまでに発達している。そして、交尾を済ませるとすぐに死んでしまう。優生虫の寿命は数時間から数日程度で、交尾のためだけに有化する。近年、貝殻虫浄化に属する種の中には、雌有が逆転し、オスが一生を固着生活で終えるのに対し、 メスがギサナギから赤によって有志の成虫となる種も発見されている。そして活発に交尾、産卵をして短い成虫期間を生殖に費やす。また、雌雄ともにギサナギ成虫というプロセスをたどる種も発見されている。さらには最終霊幼虫が不動ではなく接触する種も存在する。だが、これらの種を貝殻虫状化に分類するべきではない。 とする学説も存在する。貝殻虫の分類学的研究が大幅に遅れているため、これらの種に対して決定的な分類は未だされていない。装飾性で大半の必植物に寄生し、興奮を構成するりを植物の組織に深く突き刺して、古い管などの重液を摂取する。植物は 胃管束から古い憾液を摂取するものが多いが、歯に寄生するものを中心に、溶肉細胞などの柔ら組織の細胞を口張りで破壊して吸収するものも少なくない。メッセイ中は、興奮が異常なまでに発達している種が多く、固着生活を送る種では顕著である。これらの種では寄生している植物から引き剥がしても、興奮が確認できないことが多い。引き剥がした際、 興奮まで引きちぎられて、宿主植物の内部に残存してしまっていることが多いからである。そのため、宿主植物から引き剥がされた固着性の貝殻虫はすぐに死んでしまうことが多い。また、移動生活を送る死の場合は、興奮で植物体にくっついているが、それ以外の部分は密着していないため、寄生している植物から引き剥がしても興奮が確認できる。 覆面に隠れている頭部全体や足も確認できることが多い。貝殻虫状化は28科に分けられることが多いが、貝殻虫の分類学的研究は大変遅れているためかの概念すら研究者間でコンセンサスが得られていないものも多い。ここでは日本に分布しており、分類学的にも安定していると考えられる12科を記載する。貝殻虫と一口に言ってもその種類は多く、 色々な草花、樹木が貝殻虫に吸収される。ただし総本類への加害は樹木への加害に比べ少ない。吸収された植物は古い肝液を奪われることにより成長に直接的な悪影響が出る。また、排泄物を改革の材料として利用する丸貝殻虫か以外の貝殻虫の排泄物は多くの場合余剰の糖分を大量に含むため、 これを栄養源とするすす病の発生を間接的に誘発する。なお粉貝殻虫科やカ,タカイガ貝殻虫科の貝殻虫の中には植物病原ウイルスを媒介するものも知られている。また、丸貝殻虫科の一部は、端子菌類のモンパ菌科に属する抗薬病菌、セプテベシディアム SPP と共生して樹木に抗薬病を引き起こす。防除方法貝殻虫は、 虫体が牢状の物質で覆われたり、殻があったりするため、農薬を散布しても、十分に虫体に付着せず、防除が難しい害虫である。このため、ガス効果のあるピリミホスメチル、浸透移行性のあるアセタミプリド、肝を塞ぎ窒息を狙うマシン油乳剤などがよく使われる。これらは、園芸店やホームセンターなどで容易に入手でき、 一般家庭でも使用しやすい農薬である。また、ベチガチオンや石灰溶合剤も効果的である。しかし前者は、劇物のため入手が面倒であり慎重な取り扱いが必要で、後者は皮膚や噴霧器を犯したり強い溶臭を出すため、一般家庭での使用には向かない。貝殻虫が少数の場合は、農薬を使うよりも歯ブラシなどで擦り落とすのが簡単である。 また、天敵による防除が試みられた種も多く、うまくいった場合には劇的な効果が上がっている。天敵を利用した貝殻虫の防除方法の成功例として、著名なものに捕食性昆虫であるベダリアテントウムシを利用したイセリア貝殻虫の防除、捕食規制者であるヤノネキイロコバチ及びヤノネツヤコバチを利用したヤノネ貝殻虫の防除、カサバミリバグフィナコカスマニホチの 寄生性昆虫アパニジュラスラピージーを利用した防除例などが挙げられる。こうした天敵を利用した防除が劇的な効果を挙げた例は、侵入害虫の貝殻虫への対策として、その貝殻虫の原産国にいる天敵を導入した場合に多い。貝殻虫の天敵を生物農薬として商品化したものもあるが、天敵の放し飼いによって永続的な効果を期待する。 物が大半であり、点滴を農薬的に繰り返し話し合いしなければ、ならないような例は少ないため、商業的にはあまり成功していない。貝殻虫の資源生物としての利用は、多くの場合体表に分泌される、被覆物質の利用と、虫体体内に蓄積される色素の利用に、大別される。被覆物質の利用で著名なものは、カカタガラムシ科のイボタロウムシエディサースペラである。 イボタロウムシのメスの体表は、薄いセルロイド状のロウ物質に覆われるだけでほとんど、裸のように見えるが、オスの二霊幼虫は細い枝に集合して、釜の細様の白いロウの塊を形成する。これから生成されたロウは、イボタロウと呼ばれ、ロウソク原料、医薬品、ソロ版、工芸品、精密機械用高級ワックス、印刷機のインクなどに使われている。 主な生産国は中国で、四川省などで大規模に養殖が行われている。かつては日本でも合津地方で産業的に養殖された歴史があり、合津楼などの異名も持つが、現在では日本国内では産業的に生産されていない。合津楼で作られたソクは煙が出ないとされ沈調された。色素の利用で著名なものに、中南米原産のコチニール貝殻虫かの、 こっちにいる貝殻虫コチニールコスタ1829がある。エンジムシとも呼ばれ、うちはサボー天族に寄生し、アステカやインカ帝国などで古くから養殖されて、染色用の染料に使われてきた。虫体に含まれる色素成分の含有量が多いので、強色素利用される貝殻虫の中では最もよく利用され、メキシコ、ペルー、南スペイン、 カナリア諸島などで養殖され、染色用色素や食品着色料、化粧品などに用いられている。日本でも明治初期に小笠原諸島で養殖が試みられた記録があるが、失敗したようである。こっちにいる色素を参照のこと。こうした貝殻虫の色素利用は新大陸からもたらされただけでなく、旧大陸でも古くから利用されてきた。 例えば地中海沿岸やヨーロッパで古くからカーミンと呼ばれて利用されてきた色素は、タマカイガラムシかのカーミスエレシスから抽出されたものだった。ガラムシ起源の色素はすべてカルミン酸と、その禁煙物質で、この名称はカーミンに由来する。ネロテの時代に、ブリタンニア地方に生息していたガラムシを染料として利用する方法が発見され、続州から、 税金の代わりにとして収められていた時代もある。虫体被覆物質と虫体外色素の両方を利用するものに、ラックに代表されるラック貝殻虫科のラック貝殻虫類が挙げられ、インドや東南アジアで大量に養殖されている。ラック貝殻虫の樹脂様の虫体被覆物質を抽出生成したものは、チェラックと呼ばれ、有機溶媒に溶かして、 ラックニスなどの塗料に用いられるほか、加熱すると一旦熱可素性を示す一方で、ある温度から一転して、熱効果性を示すので様々な成形品としても、用いられ、かつての SP レコードは、シェラック製だった。化粧品原料、錠剤、チョコレートのコーティング剤としても使われる。また、ラック貝殻虫の虫体内の色素は中国では、エンジや紫光、インドでは、 ラックダイと呼ばれ、染料として古くから盛んに用いられた。また、特殊な利用に糖分を多く含んだ排泄物の利用がある。旧約聖書ので、エジプト期に記されているマナと呼ばれる食品は、砂漠地帯で低木に寄生した貝殻虫の排泄した排泄物が急速に乾燥して、霜状に堆積したものと推測されている。ありがとうございます。